ご視聴ありがとうございます。コートビジョン MC のトーコです。この動画は W リーグ第6周目三菱電機対アランマーレの振り返り動画です。3分程度でどんな試合だったかサクッと振り返りますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いきましょう。1戦目を落とした三菱電機はプレーオフに向けて負けられない2戦目。出だしは両チームマンツーマンディフェンスを展開。アランマーレは個人技で、三菱電機はインサイドを絡めた2面オフェンスで攻めていきます。中盤までは互角の戦いでしたが、西岡選手の投入で流れは徐々に三菱電機に傾き、渡辺選手と西岡選手を中心に得点を重ねます。離されたくないアランマーレはペイントに入れない苦しいオフェンスを強いられ、思うように得点は伸びませんでしたが、終盤に外から高野選手の2連続スリーが突き刺さり、18対16で三菱電機の2点リードで終了となります。第2クォーターは三菱電機の浜口選手のフリースローから始まります。アランマーレはディフェンスが崩れて、なかなか流れを作り出せません。開始2分で6得点のランを許してしまったアランマーレはたまらずタイムアウトで立て直しを図ります。なんとか1本作りたいところですが、三菱電機の激しいディフェンスでパスが回らず、かろうじて3を決めていく苦しい展開になります。その間にも三菱電機は細かいパス回しからイージーシュートを量産。1戦目の敗因だったリバウンドもしっかり確保し、アランマーレの追従を許しません。打開策が見えないアランマーレは得点が止まり、41対25で試合を折り返します。後半は三菱電機の小菅選手が2面ゲームから得点し、アランマーレもすぐさま入れ返す展開で始まります。しかし1戦目の立役者だったアランマーレの平松選手のパスが味方に合わず、ミスから失点が発生。主力の加陽選手も負傷で退場してしまいます。ますます勢いに乗る三菱電機は、西岡選手がペイントで大暴れ、ゴール下で3人を相手に戦います。アランマーレはシュートまで生きるものの、ことごとクリングに嫌われ、5分で2点しか取ることができません。オフェンスがうまくいかない焦りからか、シュートは全てショートしてしまいます。3ピリは終始三菱電機ペースで、60対33と差がさらに広がりました。最終第4クォーターはお互い点を取り合う激しい展開でスタート。三菱電機はインサイドを中心とした堅実なプレーで、アランマーレはアウトサイドとドライブでなんとか点をつなぎます。依然勢いの止まらない三菱電機はアウトサイドも入り始め、ますます点差を広げて5分で16点を稼ぎ、若手のセカンドユニットへ交代しました。1点でも縮めたいアランマーレでしたが、最後までシュートが合わず、86対45と大差で三菱電機のリベンジ成功となりました。リバウンドとスリーの成功率の高さで勝利したアランマーレの1戦目に対して、ボックスアウトの徹底とギアの上がったマンツーマンディフェンスで対策してきた三菱電機が圧勝するという試合でした。アランマーレはディフェンスが良く、外の得点力もそこそこあるので、プレーオフも狙えると思っていますが、やはり強いインサイドがいるチーム相手にどう戦うかが後半の鍵となってきそうでした。まずリバウンドに全員で飛び込み、大きいセンターにはダブルチームを隙間なく当てるという意識が大切だと思いました。